で、去年から一人ではありましたが、コツコツとボランティア活動をマッサージでしてきたんですが、なんかそれに東京と通ってて中途半端さを感じて、今年の2月に実家のある飯野町に引っ越してまいりまして、で飯舘さんを中心にマッサージをしてきたんですが、その中で伊達の社会福祉協議会の方々と知り合うことができまして、それで今回奥間さんの方にもお邪魔するようになりました。東京にいていろんな人間関係とかあった時に、やっぱり自分の幼少期で育まれたことが一番自分の基礎になってるなっていうのを改めて気づかされて、そしたらやっぱりふるさとにお礼をするのが当たり前かなと思いまして、おかげさまだしお互い様という思いがありまして、戻って、まだまだちょっとちっちゃな力ですけど、ふるさとに対して、自然ですとか人に対しても、もう感謝でいっぱいです。今は置かれている状況はそれぞれ皆さん厳しい状況がすごくあるんですけど、私はマッサージっていう健康面をサポートさせていただいているので、まずは健康でさえあれば自分の人生っていくらでも先を見えるんじゃないかと、そういうお話も含めてマッサージさせていただいていると、じゃあちょっとプランターでお花作ってみようかなとか、あとはちょっと自分の健康に意識を向けてくださって、ウォーキングしたり、あとは、ストレッチしてみたり、ちょっとずつ皆さん自分の体に意識向けてくださって、ちょっと未来に対して希望を皆さんちょっとずつですが持ってくださっているところもあるので、笑顔が増えている気がします。福島の皆さんはすごくけなげに我慢して頑張っていらっしゃるので、偏見とかなく対一人の人間だと思って付き合っていただければと思います。で、福島の皆さんみんな諦めずに頑張っていらっしゃるので、まずは皆さんも自分の家族の方々を大切に思っていただけたらと思います。Thank you.